山田作子読みは、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。農筆家であったらしく、徳川家康が幼少の頃、家康の手習いの師匠を務めた。やがて、石田三成の家臣となり、大見国で治行三百国を領して、彦根に従した。1600年、関ヶ原の戦いが起こると、石田方の武将として出陣。 石田方の本体が関ヶ原移動後は、美の国大垣城の守備をした中義政と戦ったと、おあむ物語に書かれてるが、田中義政は、大垣城を攻めていないことから実際は、沢山城にいたのではないかという説もある。しかし、関ヶ原の本戦で石田方の敗北が濃厚となると、徳川方に抗意され、老城戦となる。城内には、作古絵を見の妻、息子二人、 娘らがいた。落城間近となった、牢城中のサッ読みの家族のもとに、徳川方の武将である、田中義政の配下の者より、いよいよ明日には落城すると思うが山田サッ読み殿は、かつて、家康公の手習い師匠であったので逃げるなら、見逃そうというやぶみが届く。その誘いに乗って、夜中に城壁からはしごを下ろし、サッ読みと家族たちはたらいを船にして堀を渡り上を、 脱出した。城を出て逃げる途中、妻が三気づいて、女児を出産した。その後、山内和豊の家臣となっていた大見出身の親族、アメの森リウを頼って、1601年に、土佐国へ来住。サッコエの着手、山田助進は、馬回り役として、和豊に仕えた。この一部始終は、おわむ物語として語られて著名である。 山田家の先祖は、尾張国山田軍山田将を領して、主とした。小田氏に仕えたが後浪人して、関白秀次に仕えた。幕末土佐藩春正体に加わり母親戦争で、活躍した山田平左衛門は、山田作古読みの子孫である。ありがとうございます。